さて、ここでは未来を担う子どもたちに残したいと農地や山林などを活用し環境と農業を重視したまちづくりエコ・アグリタウンの実現を目指す自然エネルギー東日本復興ネットワーク代表桜直美様をご紹介いたしますこんにちはえありがとうございます 今あの、ご紹介に預かりました自然エネルギー東日本復興ネットワークの桜直美と申します、こうした皆様の場でこのプロジェクトについてご説明させていただく時間を得ましたこと、大変光栄に存じますありがとうございます。 ここに最初のページを掲載させていただいてますけれども私どもは56年前から自然エネルギーを活用したエコアグリタウンを日本の未来のためにということで活動を進めてきたグループですそして3.11が終わった後、この自然エネルギー100%のエコアグリタウンを被災地にそして 東日本に未来の日本の未来モデルを作りたいということで今活動を進めさせていただいております本当に、えー、私自身あの阪神大震災の真っ只中にあの実家がございましたのであの最初の衝撃いたたまれないものがございましたがあの時の規模をはるかに超える 延々と続く海岸線というものに本当に最初打ちのめされましたそしてまたあの時と違う一番私たちに大きくのしかかっているのは放射能汚染の問題ですねでそれをどういうふうに乗り越えながら未来を作っていけるのかこれを今被災地 作っていけるかどうかということが被災地の問題だけではなくこの日本に未来が本当にあるのかという大きなテーマをはらんでいるように感じております。ここに書かせていただきましたが「持続可能な懐かしい未来の街は命に優しい日本の伝統文化と21世紀の安心安全な新エネルギー技術の融合から」 未来の子どもたちに安心して残せる国づくりを私たちが今ここから始めるネットワークそれが今の私どもの活動ですでそのためにここにもちょっと書かせていただいておりますが自然エネルギーの技術を極めてこられているいろんなお会社様あるいは無農薬有機栽培による農業生産食品の流通を考えてこられたいろんな、えー、企業様 団体の方々そしてまた本当に体にいい住宅はどういうものかということを極め現実化してこられたいろんな事業家の皆様そして4つ目に書かせていただいてますが統合医療センター高齢者ホームの建設等生涯健康で私たちが幸せな人生を全うできるようなそんな街を作りたいというものを思いを込めてきました。 私は非常に恵まれていると思うんですがこうやって前回から統合医学医師の会の皆様とそしてまたそれを支え発展していこうという統合医学で健康になる会の皆様とともにこういうことに取り込んでく、えー、ることができまたそれの方を進めるというところに来させていただいております。 そしてこのエコタウンを進めるために一番重要なことはやはり放射能除染をどういうふうにするかということですね。皆様のところにもいろんな技術、情報が届いているかと思いますが4日間で例えばその放射能を10分の1、100分の1にするというような実証実験はもうすでに終わっています。私も複数現場に足をを運びその成果を 確認しそしてきちんとした、えー、公的な機関による実証結果もつぶさに検証させていただいてまいりましたこういう技術を持ち込みそしてまた廃棄物処理の問題も大きなテーマです今あまり表に出てませんけれども放射能汚染された廃棄物をもう6月から環境省の方で燃やしていいということになってしまいましたのでこれの焼却が始まっていてその二次汚染大気汚染も始まっています でこれは太陽、この地球のくるむ大気圏を通じて世界にまた汚染が広がるということですし都内、あるいはこの間の、えー、柏とかいうところのホットスポットの問題もこの問題が大きく関わっているように思いますがこういうものも実は、えー、きちんと解決できる飛しょ客の廃棄物処理の技術もすでにございます。でそういういこととををきちんと処理をした上で 田園公営住宅を建設し、えー、みんながあのそういう実現可能な未来に向けての技術を施した上でお父さんもお母さんも全員が幸せに暮らせる未来の街をちゃんと作っていくことができるそういう技術を日本は確かにも持っています確実にあります。 で、そういうことをちゃんと着実に速やかにやっていけるようにということが今私たちに与えられている課題だと思います。で、このステップを踏む中で、やはり子どもさんたち、それからお母さんたちには安全なところに安全確保できるまでは えー、グループ疎開であるとか、今いろんな方、いろんな NPO とか NGO の支援団体がございますけれども、そういうところを通じて、安全なところに一時避難していただきながら、その先にはちゃんとみんなが揃って安全に暮らせるという未来が描けるんだということをお伝えしまた一緒にその現場を作っていくという作業を繰り返しているところです。そして 単に、えー、疎開して離れるということだけではなくて、その間に、例えばその地で、えー、素晴らしい農業、有、え、機、ー、農業をしているエコビレリジとか、そういうところでの受け皿もございますので、そういうところでお母さんや子供たちが農業研修をしながら、えー、そ,のなそうした技術のもとになっております、えー、発酵技術、複合発酵技術というものを微生物によ 職場によるその土壌改良というものが今のことを実現するために実は非常に重要なものなんですけれどもそういうものを使った農水産の第一次産業が崩壊しないような健全な農業漁業そして食の安全というものが実行できるということも確認をしておりますそしてそういうことが実現した暁には このもう日本は二度と再生できないんではないかと思われてた日本が見事に再生するということを実現し世界中の注目を集めこの持続可能な未来都市を実現した被災地に世界の注目が集まり人が交流するという現場を作っていきたい。 そしてその中で非常に重要になるのが今日も先生方にそして今までもいろんなご紹介がございましたけれども東北の地素敵な温泉たくさんありますね温熱免疫療法そしてそれをの元になっている縄文の和の精神文明そういうものが発露する現場に対して皆様が来て学んで一緒にその現場を作りそしてこの技術を 日本から世界に発信していくというようなところに保護を進めてまいりたいと思います。おかげさまで被災地何か所かにもうすでに数十万坪の土地を提供したいというお話もございまして、えー、着実に法を進めております。で、この具体的な放射能除染消失といった方が正確かと思いますが、こういう技術もございますので、えー、これはまた。 今日は限られた時間ですが、来月11月25日には、この会と共同でこの開催をさせていただいております、ワールドフォーラムの方で、この同じ会場で、またこうした技術一つ一つ、そして進捗の方もご紹介の機会を賜りたいと思っておりますので、またぜひ、機会がお時間よりしましたら、お運びいただければと思います。短い時間でしたが、ご案内させていただき、ありがとうございました。 ありがとうございました。